はい、皆さんこんにちは、大輔です。今日はですね、バイクに乗りましてバイク役者のところに行ってみようじゃないかと思っております。エイさん、僕にこれはオンにして、これをオンにして僕に電話かけてもらっていいですか。電話持ってますよ。あの、今日はテストなんで、ロドリゴンとこ行くときとかさ、その遠出するときだけこのシステム使いましょう。めんどくさいのはもう重々承知してるんで、すいません、お願いします。もし、はい、よ、あ、来たね。本日はですね、いろんなテストを込みでいろんなことやってます。まずは携帯でエイジさんとインカムをつないでですね、出します。それを新しく、バイクとも無線で飛ばして、いろんなことやってうまくいくといいなと。はい、えい、やっぱ I'll go you home. I will later. ママや、あ、4-5 PM、 あの、グルトにで、 I'll call you. OK. Thank you. 彼はですね、先日あの、投網を投げられるって言って行こうとした時のお兄さんですね。そして我々は今日はこれから、まずバイクやこちゃんにですね、お土産を持っていきます。いるかどうか知りませんがいるかどうか知りませんけど、だいたい俺らが6ヶ月後に行くと、みんないない、みんないないです。そういうこともありますよ。そういうこともあるんですけど、いるといいね。で、そうだね、はい。でその後はあのマリーさんの弟が何でしたっけ、ホームセンターみたいなところで働いてるとのことなので、そこに行きます。で万が一ロドリゴの家にこう向かってる時にですね、あのパンクしたら困るじゃないですか。でそのパンク修理剤みたいなやつを買いたいんですよ、僕は。あればね、あればいいけど。でまあ、まずバイクやこちゃんのところに行くときの言い訳が必要じゃないですか。いきなりね、僕たちがに来られたって、お土産持って行ってもね、いや違う、僕に惚れちゃうだけなんで、もうそれはほら、お土産くれるんならウェルカムですよ。まっすぐ行きたいから右曲がってこいって言った方がいいんだよね。そうだね、はい、了解です。まあまあ、どう言ってもいいんですけど、はいはいはい、はい、なんか冷てえんだよな、なんかしんねえけどもうちょっとさ、優しさがあっても俺はいいと思うわけよ。なんでこれ冷たくされてるのか分かんねえんだよな、ね、で俺どこまで話したっけな。だそうだ、あれ、あ、これ左か。いきなりね、なんだか知んねえけどバイクアコちゃんのところに来られてもバイクアコちゃんも困っちゃうと思うので、じゃ あそのパンク修理剤を買うという名目のもとにですね、行こうじゃねえかと。決して買わないっていう前提なんだけどね、うん、まあほら、ルークマンのとこだって言ってあげなきゃさ。あ、やべえ、食べかけのピザ持ってくるの忘れちゃったよ。ここのコーヒー屋さんでしょ。そう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 、ここ、うん、ルークマンのとこにも行ってあげたいので、俺にはほら、まあ、ルークマンのとこに行く別に意味も別に、そこに俺のことはないんだけどね。いやでもほら、ルークマンがな、同僚の皆さんにね、俺には日本人の友達いいんだぜっつって、どういう関係っつって俺の義理のお姉ちゃんの元彼、大体大体痛いんだわまあ、もっとね、うん、彼女のグレープ1キロ120、あとで買おうかな。元の僕の義理のお姉ちゃんが、義理のお姉
ちゃんの彼氏の彼氏の、うん、その友達と遠いな全く他人なんでいや全くの他人ですよ、そりゃ何の文句があるんですか。これ以上ないくらい赤い他人だからね、本当に。あ、前に売ってたさ、ベイプショップ屋さん、この2階なの。あ、そうなんだ、うん、A さんが買ってるところ。そうそうそう、おー、この2階、あの、ほら、ピカピカしてるところ。あー、あー、そうだ。まあ、送ってもくれるし、買いに行っても送り賃はかかるの。送るって、なんか、バイク便みたいなの送ってくれる。で、そのバイク便代はこっちが払うの。そうだよ、でも近いから50ペソくらいなのよ。うん、バイク便、バイク便代も。うん、だから、全然痛くも買える。また生意気なこと言いやがって、50ペソが痛くねえとか言い出したよ。だってほら、あー、リッチなんだからね、マヤバン。マヤバンだから、ね、マヤバン。お覚えたての宝くじなんで僕。何かっちゃうだ。あの、気をつけてくださいね。僕ほっとくといつまでも行っちゃいますよ。まっすぐ。見てるんで、一応見てるんで大丈夫。そんなこともあろうと思ってるんで、こっちは長なくから。それ見てなんか覚えてねえでなって分かってるんで。なんだ、もういちいち感じが悪いんだ。大輔大丈夫だよ、なんで久しぶりに来たんだもんねってよくね、どうせ覚えてないと思うんで、まあ、そういう言い方もあるよね。マジでおかしいんだよな、優しさが足らねえよ。まあ、ほら、もう海外が長いからさ。ああ、なるほどなるほど。なんかどういう風に話していいか分かんなくなる。ああ、なるほどね。大輔が思ったこと、思ったこと、思ったこと、プロピックから出てくるのと同じ感じだからさ。マジでちょっと針でパンパンパンと刺して、これはがはがはが針でパン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 。それを割ってくれてたの今。そう、全然聞こえなかった。これ左ですよ。どれ、どこどこ。あ、これか、これか。やりきってください。あれ、帰れんの、あれ帰れんのかな、この時間。別に時間じゃねえのかな。あの、ウィーンって発生すると、はい、僕のネットの口から黒いバイブラがですね、はい、このウィーンだけの衝撃で自動的に降りちゃう。いいじゃないですか。なのでウィーンって発生するのやめてもらって。いや、むずいこと言うんだよな。むずいこと言うんだよな、なんだか知んねえけど。優しく急に優しく反省していただいていいですか。急この辺の方がいいんじゃない、おじさんもするなら。ああ、いいね。ああ、ずっと向こうに行けばほら、あのハイウェイのロビンソンとかの方に出るから、ずっとさ、僕が一人でここに来れるのかが問題ですよ。さっきんとこを覚えてられない。緑の看板が矢印が出てる。まあまあ、それは分かりますけど、それを覚えておける能力があればそんな苦労しないですよ、僕は。鳥の脳みそ。鳥に謝れ、マジ。本当だよね、鳥に謝れだよ、ね、でもうるせえ。確かに言われてみるやつ。いや、確かに前ここまだ作ってたもんね。どこの左側のこの。ああ、そうなんだ。へえ。何も覚えてねえなこいつ。こいつって言っちゃったからマジ。ちょっとウィリーの練習します。ウィリーの練習します。これマジ。よし、じゃあもうそうだ、ここ頑張ろう。あそこロビンソンでしょ。だロビンソンにバイク止めて歩けばいいのか。まあ駐車場代かかるけどね。別にいいですよ、駐車場代ぐらい。別にいいですよ、200ペソぐらいでしょ。
そんなに取られる50も。マヤマンは言うことは違うよ、ね、ああもちろんもちろん、こっちはううアコアコマヤマヤマン。ノープロブレムマニと。マニノープロブレムノープロブレムだと。ああ。もうもうこ超良さそうじゃんここ。俺これ右？これ右で。はいはいはい。もう散歩歩いたからもう無理です。はいはいはい、すいませんすいませんすいません。うるせんな本当、うるせん、うるせんな本当に。何なのね、あのお母さんでも乗り移ってるの。本当にうるせんな。もう今横っ腹に突っ込みます、今もう僕は。あったきさんでもうこうですよ。あー危ない危ない。うるせえな本当に、うるせえ。うんこやろって言っちゃったから、もうだね。知らない。俺のこと、ねえ、エイジさん大丈夫？まずバイクやこちゃんとこ行くんですよ、うん、ルークマンとこ行ってない？これ、いや、バイクやこちゃん大丈夫？自信ある？自信あるよ。ほんと？いや、わかんない。完全に間違えてると思うんだよね。だってさ、バイ、ね、ルークマン出てきちゃうぜ。出てこないけど、うん、あれロビンソンより、そうだロビンソンが手前だ。出たよクソポンコツ。ぐるっと回ったからロビンソンが出てきたんだから、そうだ。クソポンコツが偉そうに、何が急にビューンって走んじゃねえだろ。ポンコツが偉そうに口聞けやって。マジでポンコツが俺に偉そうな口聞きやがって。あそこなんだろうな、聞きやがって。本当にただおかねえから俺は、もうそういうやつは。何がもう 俺に任しときゃいいんだよポンコツはよ。何を道のことは俺に任しときゃいいんだよ。あ危ない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 。ここでルークマンが働いてんのは、どれ？これ？どこ曲がんの俺？ここ？いやもう行き過ぎだ。あれ？どういうこと？どういうこと？通り過ぎちゃったんだよ。うるせえな本当に。ここから入れないのかな？パーキング。ノーライトターンだからもうちょうどよかったんじゃないの？バイクもこっちでいいの？あ、いいんだよバカ。止まってるね。ふざけんなっつって全員ぶっ飛ばしちゃうから俺が。ショットガン持ってるやつは話しかけんじゃねえぞ俺に。バイクいっぱい止まってるとこあるよ。じゃろ？だからもう分かってたんだ俺は全部。興味を持とう俺には。俺に興味を持ってくれる悪いんだけど。止めるべきだけど、間違いなくあっちっちになっちゃうのと、俺チョコレート入ってんだよなカバンに。まあいいか。でも氷入れてきたんだ。氷入れてきた、はい、一応なんか気休めの。気休めじゃねえんだわ。気休めじゃねえ。おでも切るよ、ヘルメット脱ぐんだから。切ればいいじゃない好きに。切りますよ。いやいやいや、すいません、それはやめていただいていいですかね。ヘルメット持って入るしか、俺のヘルメットは入れとけるけど、これ入らないやつ、ね、入れるじゃん、俺のは入る。じゃあ入れる、俺も入れる。生意気にも俺のバイクだぜ。言い方ってもんがあるだろ。
パンクした時言うの、ヘルメットの中入れねえの。なんだ、 1から10まで説明しなきゃ。入らなくなったかも。なんでこれつけたから。そこまで変わるんですか。でさ、ここまで来そうでさ、ここじゃなかったらもう知らないよ。あれルクマいねえなっつって、ごめん今日休みなんだなっつって。制服着てたじゃないですか。いや、朝起きたらあれ着るんだっつって。あ、そうか、ここチェックか。Hello. Look, I'm looking for the repair flat tire. Flat tire? Yeah, repair flat tire. What tire? Tire pump? No. Not repair, tire pump. Repair kit. Only repair kit. Ah, kit. Repair kit, voila. Voilà. Voilà. Ensure your luck once the engines are shielded this holiday season. Let's take a break now. Okay? Hang on dress. No more clutter. Just festive clutter. Less gazettes. More tears, less clutter. Something. Cheapest. Japanese outlaw kids like this. I like it. あの今レジにいたお姉ちゃんはもう俺に惚れたな、あれきっと。そうね。さ、僕に興味を持ってくれる、悪いんですけど。自分のさ、なんか生活が良くなる方にばっかり目がいっちゃうんですよ。僕がいる2週間は僕を見てくれる、悪いけどね。え。お、コーヒー、コーヒー、コーヒー屋さん。ケーキ、ケーキ毎回買わなきゃいけないんじゃないの、ケーキ屋さん見たら。違うんだわ、それは誰かいる時だけなんだわ。シャンとかに買っちゃった方がいいんじゃないの。180ペソなんで、ちっちゃいの。えコーヒーちっちゃいので80ペソ。マジで200円。はい、皆さん、ルークマンのところではパンクのやつが売ってなかったんで、これ幸いということでですね、バイクヤコちゃんのところに来ました。いないような気がする。店長もいねえか。店長さんもいなくなっちゃうと。あ、いた。ハロポー。はーい。I'm looking for fixing flat tire. あの、Flat tire. Fixing. Something gum and glue. でも flat だとすぐ。Fixing kit. Gum.タイヤパンク修理キットを探しています。あ、リペアキット、リペアキット、バカだな。最初のものは何ですか。どのモーター用ですか。モーター用です。ああ、ホンダクリック。リペアキットはないんだ。こいつがここで売ってるって言うから。こいつが言うの。こいつがここで売ってるって言うから来たんだけど。ムカつくの。じゃあ、あれする？
ますね。もういや、これはここにあります。チョコレートはここですけど、あやつですよ。8000ペソ、2万円です。1万8500ペソとかしますよ。カメラついてんじゃないこれ。ああ、そう、4500ペソ1万円ぐらいだ。これあるでしょ。カルボって呼んだ。カルボではない、カルドだ。しないことを祈るか。それしかない。Okay, see you again. Yeah, so I have to meet with her. Thank you. ですね、エイジさんがパンク修理キットなんていうのはどこにでもあると、こっちいくらでも売ってるって言うんですよ。なので僕はそれを信じてですね、それだけは買わないで来たんですよ。そしたらどこにもねえと。ムカつくな、マジで。ムカつくな、なんか。はい、というわけでね、ですが、僕の可愛いバイクやこちゃんには、特別なお土産を渡すことができましたので。相変わらず可愛かったね。相変わらず可愛かった。もう好きになっちゃった、俺。可愛かった。で、未だに名前も聞けないんですけど。僕シになったら聞けるんです、ね、シャイなんで名前も聞けないんですけど、6ヶ月後に来た時には子供生まれてます。名前を聞こうかなと思います。それでは今日のパンク修理キットの買う旅は、じゃあ、はい、一回あそこ行ってみようか。ロータスモール。ロータスモール。ロータスモール。向こうシェイクを飲む。バドミントンセンター。あそこにありますかね。一応行ってみましょうか。一応行ってみようか。二、はいはい、階と三階がある。はいはい、分かる。じゃあそこ行ってみます。Let's join us。はい、というわけで僕たちは、いつものバドミントンセンターに。ました。もしかしたらね、いや、あそこのバドミントンセンターに売ってるかもしれないので行ってみましょう。先日僕たちがここに来た時にですね、ちょうどここですよね、JK ファミリーチャンネルのジェシカさんとお会いしたの。ここで偶然にもジェシカさんのお知り合いって方から僕の方にメッセージ来まして、ジェシカさん、すっぴんだったんで恥ずかしかったって言ってたそうです。あ、本当に。そんなもんね、気にしなくていいのに、ね、お綺麗だったですよね。気にしなくていいのに、ね、すっぴんでもとてもお綺麗でした。さあ、ということで、毎度おなじみバドミントンセンター頑張りましょう。はい、あと陶器のなんていうんだっけ、陶器ってなんていうんだっけ、コーヒー、セラミックのカップが欲しいです。ないよね。エイさん、フィリピンが長いじゃないですか。で、歩き方のつま先が外向いちゃってますよ。そう。それが可愛い日本の女の子ですよ。
メじゃん、来ちゃいましたねここ、うん、またまたなんだかんだ言い訳つけちゃう、あのリペア屋さんの女の子の顔見ようとして、そりゃそうだよ、普通でしょ、僕みたいに一途な男はやっぱ違うよね、何でも努力よじゃあ安いやつ振りまいてもらっていいですか、ちょっとあのお土産貸せそこって言ってたよね、あの黒いのがそうじゃないの、それこの間の人でしょ、あそう、ほらいなかったじゃん、いなかったし、あの野郎嘘ついたな、フィリピン人の言うこと信じてんのね、ばっかじゃないの1から10まで信じてるから、おめでてえ野郎だな本当に落とすよ、すいません、すいません、あの傷つけて落ちてるんで本当やめてもらっていいですか、リペアキットですよ、いいね、嘘ばっか突き上がって本当こんな野郎、ないんだね自分ね、ありそうなもんだけどね多分弱気になってる修理キットだとしたらなんだよ、まあ、おそらくなんだ、え？どうせまた適当に喋ってんだろ、バレてんぞ、ないね、これあれ銀ティップじゃダメでしょ、どうす、あ、自転車のパンク、タイヤのパンク修理キットを探しています、自転車とかでいいんだろう、いやいや、それじゃダメ、全然違う、全然違う、自転車の音うるせえな、聞いてくるし、俺にはこれがあるから、ポケトークがあるから、うるせえな、ねえな、提供つかねえかな、ポケトークのないよね、でも、ほんと、そういうの待って、トーク的に高いことがいいですね、3個円ディナーが、それはどこで使われていますか、バイクのタイヤがパンクしたときに修理をしたいです、見つけました、見つけました、え、そして、で、あえっと、では、タイヤあっ、89. これ俺クラスになると聞かなくても聞かれてるからさ、ね、ゾウムゾウと違うわけなんだ俺、はいはい、ふざけんなマジでふざけんな、 Thank you Paul Thank you